はい、皆さんどうも、ピーマンです。今週もやってきましたマインクラフト実況、今回で5回目になりますね。前回作った羊の顔のオブジェクトの前からスタートでございます。どうでしょうかね、結構いいでしょう、クオリティ高いでしょう、どう見ても羊でしょう。これを見て羊じゃないと思わない方はいませんでしょう。今回はね、何をしようかなと考えたんですが、ちょっとね、家の方がね、真四角で家っぽくないので、なんか面白みがないよね。なので、いろいろと付け加えていこうかなと思います。例えば、窓ガラスを作ったりね、屋根を付け加えたり、そんな感じでございますよ。びっくりした。動物とか普通にいるね。羊、どこ行く？羊がどこかに行こうとしてる。ついていこうかな。いや、いいや。何もない海へ旅立ってるよ。もうあれ死ぬね、あれ。溺れてるじゃん。助けてやれ。見てるだけじゃダメ。事故しよう。助けてあげよう。かわいそうだよ。かわいそうだね。戻ってきた、戻ってきた。早く戻ってこい。オッケー。早く戻る。死んじゃう。オッケー。もうびっくりさせないで。もう家族みたいなもんだからね、お前らも。一応家族みたいなもんだから、もうあまりちょっと、もう心配させないでくれ。じゃあね、窓ガラスを追加していこうかな。家の中こんな感じでね、めちゃくちゃ暗い感じなんでね、どうしようかな、窓ガラス。あ、ちょっとピーマンいいこと考えちゃったんだけど。言っていいかな。ここを壊してさ、ほら。ここを窓ガラスにしようかな。海全体を見渡せるみたいな。あ、いいんじゃない？この考え。グッドアイディア。アイディアいいね。おー、謎の島が見えてる。あの島、いつか行ってみたいね。船とかゲットしたら。まあ、いつか行ってみたいと思いますが、ちょっと怖さを感じる。なんか宝、あっちにもあるんだよね。あっちにもあって、こっちにもある。なんか生えてる。怖いよ。あれ何よ。なんか生えてるって怖いよね。得体の知れない何かが生えてるんだもん。そして窓ガラスの作り方ってどうやって作ってたっけ？窓ガラスって、確か、砂だったかな？合ってるかな？ちょっとやってみよう。窓ガラスは結構ね、作るんだよね。作るよね。それは作るよ。どのゲームを作るよ。マインクラフトそういうゲームだからね、当たり前だ。確か木炭と一緒に砂を燃やせばできたと思う。合ってるかな？合ってる？あ、合ってるね。よかった。はい、合ってますね。じゃあ窓ガラス待ちましょう。豚、ブヒヒ、オラ豚だぞ。ブヒヒ、いいんだよ。あいつブヒ言うて逃げやがった。なんだこいつ。腹立つな。ブヒじゃねえんだよ。あ、馬いる、馬。見てみんな、おお、馬を見つけました。うわ、ちょ、馬の説明見ていこうかな。あ、見えなかった。説明見るの忘れた。オッケー。馬いるじゃないか。これ乗れないの？乗ってみようかな。あ、乗れない。オッケー。そうなんですよね。今年の、2013年の、確か2014年の最後の方にアップデートがあって、それで馬が追加されたんですよね。このプレ4、そして PS3 にもね、 Xbox 版にも。なので、このように馬が出現してね、乗れるんですけど、ちょっと乗り方がいまいちわからない。何かアイテムなかったら乗れないよね。ロバもいるね。これロバだよね。かっこいいね。勇ましい顔しとるよ。豚とか羊あんな気持ち悪いの？なんでこんな馬かっこいいの？おー、見て！野生の動物いすぎでしょ。馬見てよ。あれめちゃくちゃいるぞ。家族かな？家族だよね。漆黒のブラックホース。ユギオン出てきそうだね。かっこいい。こいつ相棒にしたいな。まあ、多分近くにいてくれると思うからね。なんか、牧場とかも作っていかないとね、馬牧場、羊牧場、牛牧場、豚、いろいろと種類分けてね。まあ、それはまだ後の話ですね。今作る必要性はなさそうだ。さて、窓ガラスの方はもう完成いたしましたでしょうかね。ちょっと待ってよ。俺死んじゃうな。ちょっとステーキ食おうか。皆さんごめんね。贅沢な話。俺今からステーキ食うから、みんなも食いたいでしょ？ステーキ食いたいよね。勘弁してくれ。俺だけ食う。むしゃむしゃ。おいしい。食いたい。食いたいよね。やらねえよ、バーカ。覚えとけ、バーカ。お、窓ガラスが13個。このままずっと炊いておきましょう。窓ガラスの方作っていきましょう。じゃあ、設置灯いこうかな。あ、間違った。肉投げちゃった。大事な食料投げちゃった。オッケー。窓ガラス。いいね。ほい。おー、いいじゃん。あっちを見渡せる感じね。でも海って怖いね。謎の怖さがあるよね。得体の知れない生物がたくさんいるからね。オッケー。上もちょっと変えていこうかな。上も。あー、ちょ、松明なくなったか。暗くなったね。
ッケーオッケーオッケー。窓ガラスはどんな感じ ?5 個。オッケー。5個あれば十分かな。で、窓ガラスを、ポン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 。おー、いいねー。こちら全身窓ガラス張り、ガラス張りにしましたが。いいじゃない、海を見渡せる。ちょっと不安定な気持ちになるけどね。ちょっと夜は不安な気持ちになるけど。朝だとものすごくいい景色になるからね。ちょっと朝迎えてみようか。おー、おー、おー、いいね。なんかものすごく、ものすごく笑顔になれる。そんなような気がするね。窓ガラスはこんな感じでいいでしょう。次はね、屋根作りしていこうかな。今現在このマシカクハウス、本当に格好の悪いですからね。まずはちょっとね、木がないので、木を取りに行こうかな。斧、斧、斧はどこにある？斧作ったっけ？あ、木あるね。木結構あるわ。木結構あったね。屋根の代わりはこれでいいでしょう。この階段ですね。木の階段。これを代わりに、置いていきましょう。これどんな感じで置いていくんだ。おい、羊くんじゃねえお前、あちげ、しし、汚い子だね、本当に汚い子だよ、あちげあちげ、くんじゃないよ、臭いし、若干臭いし、落ちちゃった。オーマイガー、めんどくせえめんどくせえ。こっちに落ちちゃ、一回海に落ちないとダメだからね。海を渡ってこっち側に登らないとダメだから、ほんと不便だよ、この建物不便この顔のオブジェクト作るんじゃなかったら若干後悔してる自分がいるんだよね。これあ、こんな感じでね、置いていけばいいんだ。あら、これ合ってんの？なんか合ってないような気がするけど、気のせいかな。まあまあ、とにかく置いていってみよう。なんか形ができるかもしれないね。まあまあまあ、なんか不自然さを感じるがね。いいでしょう。とりあえず一通り角っこに置いてみました。ここから屋根になるんでしょうかね。不思議でたまらんが。不思議でたまらん。ここから屋根できんのかな？ここから見た感じ、全然屋根っぽくないけどね。まあ、できるんじゃないでしょうかね。ちょっと待ってよ、木なくなったな。木がなくなったんで木の回収といきましょう。あー、木取っとくべきだった。こういうとこサボっちゃうとね、後でどうせ取りに行くことになるんでね、めんどくさいんだよな。もうサボらないようにしないとね、木を取りに行こう。あっちに木たくさん生えてるんでね。おお、白と黒のハイブリッド、いいね、こいつかっこいい。これ欲しい。あ、黒じゃないね、茶色だね。かっこいい、あいつ欲しいわ。ペットにしたいわ。なでなでしたいわ。ほんとここ野生の動物たくさんいるわ。ね、なんでこんないるんだろうな。なぜみんなここに集まるんだろう。ここには何か癒してくれる何かがあんのか、それとも俺がいるから来てんのか、どっち。あ、俺は関係ない。あ、そうですか。俺は関係ないですね。むしろ俺がいるからちょっと少なくなってきた。OK、わかりました。そういうことですか。キー回収といきましょう。地味な作業ですけどね。めちゃくちゃ地味だよ。めんどくさくなってきた。眠たくなってきたよ。俺はおじいちゃんかよ。おじいちゃんじゃねえんだよ、俺は。まだ結構若いからね。まだ10代後半だぜ。若いよ。なぜ俺はこんな作業をしてるのかわからないね。眠くなってきた。頭が痛くなってきた。なんか熱い飲み物が欲しい。コンポタージュね。コンポタージュないかな。ね、コンポタージュ最近飲んでないな。最近そういや何も食べてねえな。美味しいもん。俺最近何食べたか思い出せないもんな。ちょくちょく俺実況動画で言ってるよね。何食べたか思い出せないって。ああ、思い出せない。なんでだろう。思い出せないよ。なぜ思い出せないんだ、俺は。じじいじゃねえか。おじいちゃんじゃねえか。もう俺の脳はどうやらおじいちゃん並みに悪いらしい。記憶力がまるでない。自分が何食ったか覚えてないっていうね。あー、電話かかってきたよ。申し訳ない。ちょっとプルプル音が入ってるかもね。プルプル言うとるね。プルルルル、キレ、はい、キレ。3回で出なかったらキレや。あるあるだけどね、しつこく電話かけてくるやついるよね。めちゃくちゃしつこいんだよ。大抵4回、3回で出なかったら切るでしょ。しつこいんだよ。キレキレ、はい、キレ。まだプルプル言うとるよ。プルプルプル、プルプルプル。うちの電話が震えとるよ。プル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 言うとるよ。プルプルプル、もういいんだよ。はい、キレや。オーケー、切ったね。ようやく切ったよ。もう4回3回の時点で切ってくれ。もう6回5、6回までなると俺のストレスがさ。でも自分はかけるときはね、めちゃくちゃかけまくるというね。俺1分くらいかけ流すからね。友達が出ないとき。友達もうやめてくれよ、お前。しつけえわと、本当に。ゲームとかしてて出れねえときとかあるじゃないですか。そのとき俺もう関係ないからね。相手の事情とか関係なく俺はもうかけまくるから。お、ここ綺麗だね。花が生えてて。花が生えてる。羊。
落ちろ羊、海落ちろ、俺も落ちちゃったよ、だいぶだいぶ一緒にワイワイワイ、いいね、楽しいね、プカプカ浮いてる、楽しいじゃないか、おいえおいえおいえ、何がおもろいんだこれ、何が面白いんだ、全く意味がわからないね。まあ、木の方は17個、これで足りるかな、数はどうだろうかな、まあ、階段は現在44個作ってますからね、足りてくれたらいいんだけどな。あ、こんな感じで2段重ねにしていく感じ、どう合ってんのこれ、よくわからんが、あーだったらかなりのアイテム使うね、かなりの木いるよ、ちょっと待って、一旦2段重ねにした状態のやつを見ていこう、これが2段、あーなんだあの間何あれなんか空いてるんですけど違う、これ違う、夢で見たやつと違う、謎の間が空いてる、これどうすんの、あーここに1個ワンブロック置いたら違ってくるかな、ちょっとなんか置いてみようか、あこんな感じだ、オッケーオッケー、分かった分かった分かった、これ階段を2段重ねで置くんじゃなくて、その2段重ねの前にあの木のブロックを置いたらいいんだな、オッケーオッケー、そういうこと、これ一回壊さ、あめんどくせえこれ、あの木の斧持ってねえから全然壊せねえや全然壊せねえ、あオッケーオッケーオッケー、はいはいはい、屋根の作り方わかりました、じゃあまたまたちょっと木を集めに行こうかな、今日はもう寝よう、眠たいわ、グースカピー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 、ああ骸骨いる、まずまずまずい、死んじゃう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 、あ待てよ、あいつ太陽の光浴びた、死ぬよ、わっつ、どういうこと、えわわわわわっつわわわわっつ、死んじゃう死んじゃう死んじゃう、待って、嘘でしょこの展開、この展開嘘でしょ、骸骨今くりじゃねえか、死んじゃうよ俺、剣持ってきてないからね、剣なぜか家に置いてきたからね、置く意味を教えてくれ、なぜ大事な大事な伝説のソード、いや伝説でもなんでもないんだけど、普通のソードなんだけど、そのソードを置いてきたのか、理由はわからない、それはもう自分にしかわからない、いや自分でもわからない、の痛い、怪我した、自主キャじゃねえ、骨折れてるだろ、自主キャっておかしいだろ、効果音おかしいよね、自主キャって何、はい、またまた地味な作業開始でございます、俺はおじいちゃんかて、自分でやって自分で突っ込むんだから面白いよね、おじいちゃんだよ、勝手におじいちゃんの作業だよ、眠いんだよな、オッケーオッケー、はいゲチ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 、何個くらい必要だろうな、マックス取っとこうかな、斧が壊れるまでやっとこうかな、どうせならね、また後で取りに行くってなったらめんどくさいしね、そういうとこなんだよね、結局こういうとこでサボってきてるから、こうね、いろいろと取ってきてなかったから後からこうやって取りに行く羽目になるんだよ、本当俺ってバカな人間、俺って本当にバカだ、今気がついた、やっぱサボるのはダメだね、定期的になんか会ってた時に撮っておいた方がいいね、こういうことになるからね、この時間がものすごく暇で仕方がないわ、俺って一体何をしてるんだろうって、これやることでなんか得あんのかなっていう、これこんなことするんだったらもっと人生の役立つことあるんじゃないかと思い出してきたね、ダメダメダメ、そんなこと考えちゃダメ、そんなこと考えたらゲームできなくなるからね、これは一つの趣味だ、そうだそうだ、結構取ったけどまだ27個、イメージ、俺は結構取ったイメージだけどね、27個しかまだ取ってなかった全然だよ、マックスは64ですからね、ちょっと頭痛い、首痛い、いろいろ痛い、大きなのっぽのフル時計、おじいさんの時計、おじいさんが生まれた朝にやってきた時計さ、今はもう動かないその時計、なぜこの歌を歌い出したのか自分でもさっぱりわからない、共通点はおじいさんだ、神様からのプレゼント、木がたくさんあるね。何この木の生え方、おかしいでしょ。こいつ他の木とは違うね。特殊な木だ。よっしゃ、マックス64個取りましたね。じゃあ家帰ろう。家帰ろう。もう疲れた。木の仕事嫌。この仕事嫌。あの、やりがいを感じないね。達成感というのをまるで感じない。一体俺は何をやってるんだろうと。俺の夢は何だった？プロ野球選手になることだよ。でもなれなかった。だからこの木を切ってる意味がわからないよ。なんて、
やっぱ人生才能だね。全くマインクラフトとは関係のない感じになってきてるけど、やっぱ人生才能だわ。才能がなければダメなんですよ。俺は木の切る才能あったのかな、その辺どうなのかわかんないけど、なんでマインクラフトで人生観を語ってるんだろうな。全く関係ないね。そういうゲームでもないからね。そんよっしゃ、いいよ。これかなりのアイテム作りましたから、ここからあとは木をポンポン置いていくだけ。ポン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 。あー、2段か。ここ2段必要になるね。ミスりまくり腹立つわ。ここまでミスったらさすがにちょっとイラついたわ、今。ここはまだ許せるけど、ここは今腹立った。今ガチって、カカカカガチンってきたね。ああ、てめえ、うわぁ、うわぁ、うわぁ、怒りがね、申し訳ない。また荒ぶってしまった。時々こんな感じになるんですよ。あのね、木の切ってる時のストレスがあるから、あの時結構ストレス溜まっちゃったから、そのストレスが今出ちゃった感じかな。どんなミスり方したらここに木植えるんだよ。バカかよ。どんなミスり方だよ。落ちちゃったし、最悪だな。あ、ノン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 、ミスったミスったミスった。あー、もう一段置かないとダメだったのに、もう腹立つ。このボンミスが俺をイライラさせる。このボンミスが、はい、壊れろ、壊れろ。あー、もう長えな、この作業。途中で逃げ出すのはよろしくないな。ポン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 。ポンで、これ2段で、次3段か。次で、最後。はぁ、もうこれやめてくれないかな。いい加減しろよ。ダブルバーガーじゃねえんだよ、俺は。俺が頼んだのはダブルチーズバーガーじゃなくて、チーズバーガー単品だ、バカ野郎。ダブルじゃねえ、重なるんじゃないよ。うん、こんな感じで OK だね。あとは、真ん中を置いていくだけだね。おぉ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ポン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 。あぁ、また落ちた。腹立つ。いい加減にしてくれ。ストレス溜まるっつってんだろ。あぁ、登れない、上がれない。どうしよう、どうしよう、どうしよう。ここ一個壊そうか。OK。ほい。これもう完成来るね。最後もうこれ置いていくだけだよね。置いていこうか、階段。あ、階段足りるかな。あ、謎の違和感はあるね。なんだろうこれ。なんか、うんこが乗ってるみたい。これ、うんこだろ。ねえ。家になんか、でかいうんこ。でかいうんこが乗ってるみたいな感じになって、屋根じゃねえよ、これ。何この違和感。凄まじいな。これ、どこ、俺だけの感覚なのかな。ちょっと待って。あ、寝てみよう。寝てみたらちょっと変わってるかもしれない。うんこじゃなくなってるかもしれない。いや、どう見てもうんこだね。ねえ、あ、そうだ、下がね、もともと違うんで、上木で作っちゃったから、下とあれが合ってないからね。だからうんこっぽく見える。なんか違和感を覚えて、形もうんこっぽいし、色もうんこっぽいでしょ？上に乗ってるのが。なんか、デカめの鳥がうんこ落としてこんなついちゃったみたいな。あ、汚ねえみたいな感じになってる。俺だけかな？これ、うんこっぽく見えるの。見える人いない？いたら挙手して、コメント欄に一言。はい、今回家をちょっと改良してみた結果ですね。まあ、窓ガラスはいい感じだったんですが、屋根の方はね、出来上がり結果、うんこみたいな結果になってしまいました。ほんとなんか変な違和感がある。うんこだよね、これ完全。何度も言う、これうんこだよね。うんこ見えた方いない？うんこにしか見えないんだけど、屋根にうんこついてるみたいなね。そんな感じ見えるよね。ここまでご視聴してくださった皆さんありがとうございました。ちょっと不満がありますが、今回これにて実況終了したいと思います。来週はですね、今回5回目を迎えたので、この5回目までの名場面集などをね、作ってみて、そちらの方を投稿したいと思いますので、来週楽しみにしてくださってる、したくださってると嬉しいです。最後までカミカミ申し訳ないね。じゃあ今回これにて終了だ。うんこの家を眺めながら、バイバイ。完全にうんこです。うんこです。うんこです。ひろしです。